ローラ T370 は、アンディスモールマンが設計したフォーミュラワンカー。1974年シーズンと1975年シーズン、前半にエンバシーヒルで使用された。1973年に、シャドウ DN1 で失敗した後、エンバシーヒルはローラからマシンを調達した。T370 はフォーミュラ5000マシンを元にしており、ローラの F5000 カーに似ていったが、 非常に大きなエアボックスを搭載していた。エンバシーヒルは、グラハムヒルとガイ・エドワーズを起用し、二大体制でシーズンに臨んだ。マシンは1973年シーズン終了前に準備され、1974年シーズン前の1月まで何度もテストが行われた。シーズン開幕戦のアルゼンチングランプリでヒルは予選17位、エドワーズはグリッド最高日となった。 決勝ではヒルが残り数ラップで10位走行中にエンジントラブルでリタイア、エドワーズは優勝したデニス・ハルムから2周遅れの11位となった。第2戦ブラジルではエドワーズは予選再開の25位で、これは24位のブラバムのリチャード・ロバーツよりも2秒以上遅かった。ヒルは予選21位だった。決勝は雨のため短縮され、ヒルは11位。 エドワーズは3周目に、シャジーのトラブルでリタイアした。第3戦南アフリカはヒルのみがエントリーし、予選18位、決勝12位という結果だった。ヨーロッパラウンドが始まり、スペイングランプリは再び、ヒルとエドワーズの2台がエントリーしたが、エドワーズは予選落ちし、ヒルは19番主スタート、決勝は中盤で、エンジントラブルのためリタイアした。 ベルギーではエドワーズが初めてヒルを予選で上回り、エドワーズ21番手、ヒル29番手で決勝に臨んだ。決勝も初めて両者ともに完走し、ヒルが8位、エドワーズが12位という結果であった。モナコではヒルが予選19位、エドワーズは予選24位となったが、決勝はヒルが7位、エドワーズ8位と、あとわずかでポイント獲得を逃した。 続くスウェーデンではヒルが予選十五位、エドワーズ十八位でスタート、ヒルは六位入場し、シーズン初ポイントを獲得し、エドワーズは七位で完走した。両者ともに優勝したジョディ・シェクターからは一周、遅れであった。オランダでは再びエドワーズがヒルを予選で上回り、エドワーズ十四番手、ヒル十九番手でスタートしたが、ヒルがギアボックスのトラブル、エドワーズは、 燃料システムのトラブルで両者共にリタイアした。フランスでは22代中エドワーズが予選20位、ヒルが予選21位となり、決勝はヒルが13位、エドワーズが15位であった。グラハムヒルの T370、1974年のレースオブチャンピオンズ。イギリスグランプリの週末、最初の予選の後にエドワーズはフォーミューラ五5000の事故で手首を骨折し、 チームは地元ドライバーのピーター・ゲシンを代役に起用した。ゲシンは予選21位、ヒルは予選22位となったが、決勝でゲシンは体調不良のため1周目で、リタやルは13位で完走した。ドイツグランプリでエドワーズは復帰したが予選落ちし、ヒルは予選20位、決勝9位に終わった。エドワーズの手首は 完全に治癒していなかったので、彼に代わって、ドルフ・シュトメレンが、残りのシーズンに起用された。第13戦をオーストリアグランプリで、シュトメレンは予選13位、ヒルは予選21位となったが、決勝では、シュトメレンはパンクの小事故でリタイアし、ヒルは12位で完走した。イタリアでは、シュトメレンが予選14位、ヒルが予選21位でスタートしたが、 シュトメレンはサスペンショントラブルでリタイアし、ヒル勝者はロニー・ピーターソンから一周遅れの8位で完走した。終盤2戦の北米ラウンドに入り、カナダグランプリでシュトメレンは予選11位、決勝も11位、ヒルは予選20位、決勝14位に終わった。最終戦アメリカグランプリではシュトメレンが予選21位、ヒルが予選24位となったが、 決勝ではヒルが1周遅れの8位、シュトメレンは5周遅れの12位となった。世界選手権のドライバーズランキングでヒルは1ポイントを獲得し8位、ローラはコンストラクターズランキングで12位となった。ヒルはチームの4人のドライバーのうち T370 でポイントを獲得した唯一のドライバーであった。エンバシーヒルはローラ t 七十一の準備ができていなかったため、 ヒルとシュトメレンはシーズン序盤2戦で T370 を走らせた。開幕戦のアルゼンチンでシュトメレンは予選19位、ヒルは予選21位となり、決勝ではシュトメレン13位、ヒルは10位となった。ブラジルではヒルが予選20位、シュトメレンが予選23位となり、決勝はヒルが12位、シュトメレンが14位となった。第三戦南アフリカでは、 シュトメレンが新型の T371 をドライブし、ヒルは T370 を使用した。しかし実際にはプラクティスのアクシデントでヒルは予選落ちしている。スペインでは2台の GH1 が準備され、T370 は使用されなかった。第5戦モナコはヒルのみがエントリーし、予選で GH1 と T370 の両方を使用したが予選を、 通過することはできなかった。昼はその後現役から引退し T370 は使用されなくなった。シーズン残りはスペアカーとして用意されたが使用されることはなかった。ありがとうございます。